から1番の柳田、そして後方からは4番の南純。残り2周回を切りました。まずは中段から1番の柳田和樹が切りまして、その上を4番の南純、ジャン前を抑えていきました。短期2社も乗っていまして、2番の桑原大志が3番手、4番手には5番の原智弘。ここまで出し切るかどうか1番の柳田和樹ですが、柳田現在は4番手の内目当たりか、少し緩んだところを7番の池田亮の仕掛けはどうか。池田が動いていきまして、現在は中段の外目で最終周回、1番の柳田はどうやら4番手の内目で粘っています。5番の原と少しもつれていまして、1コーナーから2コーナー、単独4番手をさばいたのは1番の柳田和樹。マーク3番の神山一郎でバックから3コーナーカーブへと向かっていきます。先行4番の南純、マークは9番の神田康介、3番手には短期2番の桑原大志、そして1番の柳田、4番手から縦に踏み込んでいきますが、伸び足はどうか。その後ろ3番神山直線コースへ向いてきます。先頭は4番の南純、番手から9番の神田が追い込んだか。奥までお願いします。消火栓閉まります。奥まで入ってください。準決勝戦は初手から南選手ラインの3番手追走していましたけれど、作戦は、まあ、なんか流れでいけたらなみたいな、はい、直線コース3番手から1着いかがでしたか。まあ、届いてないかなと思ったんですけど、まあ、よかったです。肉肉車検にも貢献してお客様喜んでいらっしゃいました。なんか先ほど聞きました。ご自身のこの準決勝戦の手応えいかがですか。ただ展開が良かっただけなんで、まあ、なんとも言えないんですけど、はい。準決勝戦は南選手マークからいかがでしたか。しっかり残そうと思って車間を空けていたんですけど、小原さんに抜かれてしまったんで、まあ、そこは力不足かなって思ってます。南選手の状態は後ろについていてどんな風に感じました。しっかり先行してくれたんで、あとは僕が仕事をするだけなんで、そこは僕の仕事なんで。松阪バンクのイメージというのはいかがですか。僕は好きですね。記念の決勝にも乗ってるバンクで、はい、まずは2走を振り返っていかがでしょうか。そうですね、連日長い距離踏めてるんで悪くないと思います。予選は赤バンから突っ張って先行してましたね。そうですね、まあ、状態はいいと思います。満点のもつれはどんな風に。まあ、落ち着いて、まあ、自分のレースを優先して走っています、はい。準決勝は比較的マイペースでかけることができましたか。そうですね、まあ、落ち着いて走れてます。粘りかかりというのは今シリーズはいかがですか。まあ、今日はちょっと2日目は風強かったんで、まあ、ちょっと重たい部分はありましたけど、まあ、しっかり踏めてると思います。中3日で G2 も控えていて、何かここまで手応えつかめてますか。まあ、決勝戦しっかり走っていい結果で、臨めたらいいなと思います。